徳島市内の土地区です。場所は徳島市畑1丁目7番18号です。お電話番号は 088-653-1713 です。お電話で説明を聞かれてからご来塾ください。幼児、小学生、中学生募集しております。月曜日から金曜日で回数、曜日、時間、教科が選択可能でございます。夏休み、小学生の勉強は朝からです。個別指導で教えております。小学生は算数、国語、理科、社会、英語。中学生は英語、数学、国語、理科、社会の5教科でございます。学童塾は心配しないでお迎えまで大丈夫です。幼児塾は勉強とお預かりでございます。幼稚園のお休みの日など、各幼稚園、保育所ほか、土曜日、日曜日、祭日の自由な好きな時間をお選びください。ただし、電話予約が必要でございます。急な用事でお困りのお母さんへ、勉強をさせながら子供を臨時預かりいたします。個別指導塾を知っていただく良い機会になればと存じます。塾生、就職先、公務員、教師、医師、薬剤師、看護師、警察官、ほか多数ございます。途中から入れます。幼児、小学生の臨時お預かりは1日につき1000円だけでございます。中、勉強の内容、ご費用はお電話でお確かめくださいませ。志を持たざるべからず。志を持たなければならないということです。人生の目標ですね。自己紹介、徳島大学工学大学院前期課程を経て、学位工学修士を取得し、徳島大学を卒業。徳島県教育委員会から、教育資格、高等学校教諭1級普通免許状を取得。後に社会人で、後期課程単位取得修了でございます。地域防災を研究しております。教育経験は豊富でございます。趣味、高校生シラバス指導。植物を根気よく育てます。学生時代から自宅で塾を経営。緑家庭保育園の園児が小学校に入学。勉強を見てほしいと頼まれ。働くお母さんのための学童塾を併設。大丈夫です。心配しないでください。安心して働けるよう。お迎えまで安全に勉強させお預かりいたします。米国グレントーマン法と独自の勉強方法で多くの塾生を高校や大学に合格させました。高校や大学に入ること、資格を取ること、就職、結婚、子育て、孫の世話、人生の本義を悟る。そこで、塾の社会的使命は子供に勉強させることです。定期テスト対策、入試、試験対策と目の前のハードルを超えさせるのに集中させ、たとえ勉強嫌いで、勉強が苦手な子供であったとしても、個性と能力に応じ、一人一人丁寧に優しく個別指導し、
勉強が自分でできるように指導します。幼児教育のスタートは、小学1年生でひらがなが読めない子どもを教えた経験でした。幼稚園の時に読んだり理解できるようにしてあげたらいいなと痛感いたしました。学校の宿題や塾の課題を教えていて、見間違い、書き間違い、計算間違い、勘違いなどのケアレスミスをする子ども、問題を自分勝手に解釈する子ども、ローマ字が全く読めない、書けない、学校の勉強についていけない子ども、他の進学塾の問題が解けないなど、いろいろな理由で塾に来てくれました。これまで幼児、小学生、中学生、高校生を教えました。子どもの貴重な時間を放任して遊ばせてはいけません。最初は強制的でも、勉強の絶対時間を確保いたします。今は試験の専門的指導者が必要な時代です。いずれ子どもが中学生や高校生になればわかります。読解力はテスト攻略の鍵です。日々集中、子どもに勉強させる。継続的な指導で、集団的指導では決してできない、基礎から育てる教育を行います。幼児が始まる勉強初歩入門コース、就学前の勉強の習慣形成、学校の成績向上クラス、学校の授業に追いつく復習中心コース、志望校合格の短期集中受験コース、超難関受験特別進学コース、すべてを塾に任せるコースなど、親御様の熱いニーズ、成績アップの強い、ご希望に従い、親御様の気持ちになり変わり、親御様のご意見に従い、回数、曜日、時間、教科別の個人指導をいたします。植物が芽を出すのと同じで、勉強の環境を正しく整えると子どもの勉強の伸びは目を見張るものがあります。結論はしっかりした国語の読解力、つまり文字を読んで内容をイメージする力、人の話をよく聞き、意味を深く考え、必要な言葉をしゃべり、何が重要であるかを決定し、他人の指示を待つのではなく自己を主張し、臨機応変の行動を引き出す教育です。これには経験とコツが必要です。読み書き、計算、問題解決、論理的構成力は教育的暗示と反復練習で伸びます。子どもの発達段階に応じて勉強の基礎は早いスタートをお勧めいたします。週につき1回、2回、3回、毎日とか、時間は1時間、1時間半、2時間とか、回数、曜日、時間、教科別のご費用をお問い合わせくださいませ。ご相談した、教育条件で、将来ある子どもの貴重な時間を勉強内容をパソコンで管理、一人ずつ管理し、有効かつ効率的に勉強させ、出席、勉強状況を報告、連絡、相談します。一人一人の能力に応じた個人別の教材を使用します。子どもの能力に従い勉強支援を行います。親御様のご意見を尊重します。子供に
学ぶことをしっかり勉強させます。勉強内容に期待感を持たせ、勉強意欲やモチベーションを高める指導を行います。中学生は月謝とは関係なく、中間テスト、期末テスト、1週間前は月曜から金曜日まで毎日勉強させます。夏休み講習会、幼児、小学生、中学生募集しております。月曜日から金曜日でご選択ください。お電話で説明いたします。教室見学は電話でご予約ください。竹下イン、道路南、お弁当、ライスハウス3メートル南、スロープ上がる。お車で来られることは、肉の前田の角をすぐに右に曲がり、左に曲がり、塾の北側に駐車できます。場所は福島小学校と沖の城東中学校のちょうど中間あたり、竹下院日向ぼっこの南、お弁当屋さん、ライスハウスの南3メートルスロープ上がるです。お車で来られる方は、肉の前田の角を右に曲がって左に曲がって、塾の北側に駐車できます。福島の土塾をどうかよろしくお願いいたします。場所は畑1丁目 7-18 番、お電話番号は 088-653-1713。 お電話で説明を聞かれてからご来塾ください。以上でございます。よろしくお願いいたします。